同じ日に行われる第2戦のインターバルは昨年までの10分に対し3時間半。1戦目クラッチトラブルでリタイアした亀石のエクシブもこの間に無事修理を完了。アドバン土屋圭一は午前のレースでテストした19インチのタイヤを18インチに戻し午後のレースに臨む。2戦目は今季から採用される逆グリッド方式によりポールポジションには第1戦で9位完走のインプレッサー松田がつく。そしてフロントローは1戦目惜しくもラスト4周でピットインのチェイサー関谷。3番手には全レース関谷と激しいデッドヒートを演じた立川が続く。第1戦3位と健闘した土屋圭一は第7グリッドからのスタート。同じくアドバンの土屋健は後方を3番手から追い上げる。開幕を飾ったセルモ竹内は第9グリッドから連続優勝を狙う。そして最後尾には全レースリタイアのエクシブ金石。果たしてどんなレースを見せてくれるのだろうか。15時28分 JTCC 第2戦がスタート。トムスのケルビンが4番グリッドから飛び出し3台をパストップに躍り出る。フロントローの関谷は4番手まで後退。そしてアドバンをはじめ後続グループは無難なスタートで1コーナーへ向かう。ショットはトムスチェイサーのケルビン、これにセルモ立川とドコモエクシブのルベンが続く。アドバンチェイサー土屋圭一は1コーナーでセルモ竹内に抜かれ、さらにウェッズスポーツエクシブの金石にもパスされる。暴れるマシンを必死に抑え込み、土屋圭一はこのレースも苦戦を強いられそうだ。のテルビンが引っ張る先頭グループは3台のチェイサーと1台のエクシブ、計4台で形成。これに第2グループ6台が続き上位を伺う。ポールスタートから徐々に順位を落としたインプレッサーをかわし、土屋圭一は現在9番手。オープニングラップを終え、トップはトムスチェイサーのケルビン、その背後ではエクシブのルベンと関谷が仕掛け、1コーナーで立川のインを刺す。これで立川は4番手にまでポジションを下げた。35秒台のハイペースで走る先頭グループ、3番手にまで順位を上げた関谷が前を行くルベンのエクシブに猛チャージをかける。3周目ストレート、直線スピードの勝るルベンのエクシブが関谷を引き離し、トップを走るケルビンのチェイサーに迫る。しかし1コーナーでスピン、ケルビンのスリップストリームからインを狙ったルベンは行き場を失いコースアウト、そのままリタイア。